医療機関のお役立ち情報をお伝えするウェブリーチャンネルようこそ。こんにちは、川村信也です。今日はですね、クラウドの電子カルテが使いにくいは本当っていうお話をしたいと思うんですけれども、ちょっと先にちょっと結論めいたところから申し上げますと、どうやらセット、まあ、いわゆるテンプレートですね、効率化を先にしてから使い始めるというのができてるかできてないかが、その使いにくさによるなという感じでした。なのでクラウドカルテの場合、どうしてもやっぱりサポートの部分でそのセットまで作るが入ってない場合もあるので、その場合やっぱり使いにくいと感じてしまうんじゃないかなという感じがあります。でそこをですね、今日はですね、いつものあの方、大西大輔さんと一緒に紐解いていこうと思うんですけれども、やっぱりこの準備の奥深さとかですね、セットのなんか作り方みたいなところも含めて話を聞いてますので、ぜひ最後までご覧ください。で最後にですね、ちょっと大西さんの話も含めてこうまとめる時間も作りますので、インタビューまとめと続けてご覧いただけると幸いです。それではインタビューからどうぞ。はい、ただいまの時間からはですね、お隣にいらっしゃるいつものあの方と一緒に、お送りいたします。大西さん、よろしくお願いします。お願いします。 MICT コンサルティングの大西でございます。今日はですね、大西さん、大西さんの一番総本山というかですね、一番得意分野であるだろう、はい、電子カルテについてこう迫っていく時間にしたいと思うんですけれども、実は私よく聞くのがですね、クラウドカルテって使いにくいよねって聞くんですけれども、いやそんなことなさそうだなとは僕も思いつつ、なんでかなって調べると、なんか結構準備ができてないというか、効率よく使うようにそもそもしてから使ってないような感じがするんですけれども、大西さんどうですかね。はい、私も同感で、20年間電子カルテクリニック特にやってきて、ずっと20年間何をしてきたかというと、開業するまでにどういういい準備をするか、紙から電子カルテにするときにどういうふうなプロセスを踏むかとか、このプロセスが非常に雑になってきてる感じがする。特にクラウドは結構大西さん今切り込んでますね。変わってほしいから言ってる。なるほどなるほど。安くていいものは普及してほしいし、そこさえクリアすればもっと使いやすいだろうなっていうのを実体験してるんで、はい、なんとかならんものかなっていうのと、オンプレミスの時代にやってたことをなんでクラウドになるとやらなくなったのかが不思議。なるほど。大西さん、さっき少し、雑というお言葉でしたけれども、どういうところがその大西さんには雑に見える感じなんですか。ちょっとオンプレミスの頃にやってた昔の話を少しだけすると、はいはい、必ず川村さんがドクターだとすると、インストラクターがベターって張り付いてたんです、はいはい、でこの子は医療事務も詳しいし、電子カルテの操作も詳しいし、操作指導もする、先生の使いたいお薬の一覧表も作る、当然飲み方とか、検査と組み合わせなきゃいけないさ、検査と組み合わせたりとか、はい、コメントをつけたりとか、そういうセッティングを1ヶ月間かけてゴリ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 やってたんですよ、はい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 、で開業を迎えていたので、引き出しの中がめちゃくちゃ整理されている状態のカルテを納品されてた。なるほどなるほど。じゃあもうあとは部屋に入ってどうぞの状態に仕上がってもう使える状態になってたということなんですね、うん、そうですね。でよく整理整頓のコツってあるんだけど、はい、適切な場所に適切なものを置かれていると使いやすいんだって。でも適切な場所に適切なものが置かれてないものはゴミ屋敷なわけです。なるほど。だからどこに何かあるかから探してるから使いにくいんだろうな。なるほど。で大西さん、今以前のお話をしていただいたんですけれども、今はどんな感じのが多いんですかね。オンプレミスメーカーは相変わらず同じやり方をしてくれて、1ヶ月インストラクターがペタッと貼り付いて、だからこそちょっと値段が高いんだろうなと僕は思って、これは人件費だと思っています。一方クラウドメーカーさんは2種類あって、担当制を引いてるケースと、ほとんど担当じゃなくて、電話出た人あるいは研修やった人が対応するので、担当すらわからない状態になって、でこれが安くしてる理由なんだよ。はいはいはい。そうすると相談をしてセットを作って、あるいは御用聞きをしてセットを作ってっていうやり取りをする人がいないわけじゃないですか。だから今は何をしてるかって、先生自分で作るんです。そうすると今大西さんがセットっていうお話がありましたけど、これ結構やっぱり電子カルテを使いこなすには、そのセットがどれだけ開業前とかに使う前に準備されてるかってことが結構大きいっていうことでいいですかね。そうですね。一番の変化は、病院の頃の電子カルテって検索がメインなんですよね、はい、その理由は何かっていうと、不特定多数のドクターがみんなで使うので、はいはい、セットを逆に組むと、このセット俺のじゃないとか、
このセット使いにくいってなっちゃうんで、あんまセット作ってこなかったんですよ、病院、うんうんうん、でもクリニックってほぼドクター1人しかいないんで、はい、だから例えば今後発品の世界で、後発品の名前を入れると、例えばカルボシステインって入れると、カルボシステインのなんとかなんとかなんとかってブワーって出てくる、はい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 、要は銘柄が十何種類、そんなものが表示されてると先生たちは、おい待てよと、これは一般名で出したいだけだから名前のないやつが欲しいんだ、なるほど、あるわけです、はい、で例えばカルボシステインの何々〇〇ってメーカー名が入ってるのをオーダーすると、薬局さんから、すいません、うちそのメーカー扱ってないんでこっちに変えていいですか、連絡が来ちゃうんです、はいはい、で先生、あ、そうなのみたいになっちゃうんです。でもこれが銘柄なしを選んでおくと向こうが勝手にやってくるってことは、セットすべきは銘柄なしを選ぶべきなんだけど、これすら自分、先生が自分でやるのかなとか。そうか、今、まあ、いろんなセットのちょっと小話をこうしていただいた形なんですけれども、はい、お兄さん、そもそもセットってどういうふうに組む、もしくは何をもってセットということになるんでしょうか。お薬って、分1で飲むの、分2で飲むの、分3で飲むのとか、はい、まあ、一応飲み方が決まってますね、はい、あと日数、例えば新薬だったら14日までしか出せないよ、うん、一般的な薬は30日まで出せるよっていうルールがあるわけですよ、はい、で例えば消炎鎮痛薬、はい、痛み止めね、はい、これはみんなは例えば頓服で10回分出しましょうとか、うんうん、5回分出しましょう、先生の中でルールがあったりするわけ、はいはい、これがセットなので、薬、飲み方、日数っていうのが決まってなきゃ、うん、なるほど、そうか、じゃあこの患者さんに対してこれを出すっていう、まあ、ひとまとまりのことを、まあ、セットと呼んでるということなんですね、うん、これが一番小さなセット。2つ目のセットとしては、はい、A の薬を飲んだときに B の薬を飲まなきゃいけないってルールが、例えばロキソニンなんて有名で、ロキソニンには必ず胃薬をつけましょう、はいはいはい、そうするとロキソニン胃薬っていうセットを作らない、はい、例えば、花粉症であれば飲み薬、点鼻薬、点眼薬をセットにしましょう、確かに、はい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 、そうするとそれをスポンと入れれば3点かかるものが1点で済むんです、はい、セットって何かっていうと、定期処方とはまた別の話で、10人20人来るクリニックの患者さんの中で一番よく使う薬をセット化しておいて当てはめていこうっていう考え方、はいはい、で定期処方っていうのはその人が飲んでるお薬を繰り返し使おうっていう考え方、はい、だから別のものなんですね。でクリニックというのは単価制、何かって決まってるんで、薬をギューッと絞っていけるんですよ。だから、内科なので、特に私専門が糖尿病なので、糖尿病薬でステージごとにお薬を、まずはこのお薬から使っていて、次にこのお薬、このお薬って増やしていく。そうすると、そういうセットを組んでおくと、この人は1回目の糖尿病のお薬を出した。この人は2回目のお薬を出したって、薬を変えるだけで診察が終わっていく。はいはい、それがセットなので、うん、これが何も決まらずに検索からやってるとするならば5倍ぐらい遅いんじゃないかな。なるほど、時間かかるっていう感じですね。で今大西さん、まあ、薬のセットのことを話したんですけど、これ疾病ごとにやるっていうのもありなわけですよね。ありですね。疾病ごとでいうと、まあ、一番さっきお話した花粉症なんか有名な話、はいはい、例えば脳梗塞だと今度は検査とセッティングすればいいんだよね、はいはいはい、MRI の撮影をして、それで MRI の結果を書いて、それによって脳梗塞なのかパーキンソンなのかというふうに振り分けをして、脳梗塞の場合はこの薬、パーキンソンの場合はこの薬なんていうふうに決めたり、なるほど、これに紹介状をくっつけることもできる。そうか、そうすると場合によってはちょっと SOAP の走り書きみたいなところもつけて、こうまるっとセットにしてドラッグ&ドロップしてバリッとこう診察中に準備をするっていうことができるってことですね。できる、はい、で昔僕らなんかやってたのは受付さんで、前回、初診なんだけど問診の内容からこのセットが良さそうだなってまず貼っとくわけ、はいはいはい、で患者さん来た瞬間にそのセットの内容を埋めていく先生が、はいはいはい、そうすると診察が終わる。昔これをテンプレートと呼んでたんだけど、今テンプレートなんか作らなくてもテキストテンプレートみたいなテキストで作れちゃうので、なるほど、そんな感じがするのでセット、あともう一つやってほしいなっていうのが、はい、単語登録。単語登録、なるほどなるほど。例えば一手をしていつもお世話になっておりますって出てきて、例えばそういうやつですよね、はい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 、平素って言って平素はお世話になっておりますって出てきて、なるほどなるほど。紹介状なんとか書くときはご更新ご加料のほどよろしくお願いいたしますって書くんだから、ご更新って入れたら全部出てきたよ。あと MRI の撮影以来だったら MRI の撮影以来っていうのは
どういう病気だから MRI を取ってほしいよっていうことで、うん、認知症の中で言うから、そうすると認知症セットとガンと作れば紹介状もすぐ書ける。今大西さんがセット、まあ、広い意味で単語登録もセットだとするとセットの一つ、要するに、まあ、ボタン一つとかちょこっと入れただけで全部みたいなところをいかに電子カルテ使い始める前に、まあ、やっておくかで、こう使いにくいと思うのか使いやすいと思うのかが同じ商品なのに、まあ、変わっていきそうだという感じがしたんですが、ね、だから川村さんがキーボードを打つのがめちゃめちゃ早くなくても仕事早くできるっていうのは、単語登録をすごいしっかりやってたりとか、はい、どの手順で仕事を回すかって決めてるでしょ。そうですね、まあでも僕 キーボードまあまあ金打ちなんで早いんですけど、はい、ここからちょっと確信に迫るんだけど、その、やり方を先生が生み出すのはナンセンスだと思わない？まあ、例えばですけどメーカーさんだったら前こうやってたっていうのがやっぱりあったん でそっからバージョンアップするなり、そのまま次の人に、次の先生にそのセットを入れてあげるってことが前はあったのかなっていう感じですよね。そうですね、あの昔の場合ってどこどこの耳鼻科さんで使ってたやつがあって、それをチューンアップして納品するなんてことをよくやってたんですよ、うんうん、でそれをちゃんと許可を得て、はいはいはい、でもっと言うとそれをもっと進めればいいのになと思うんですよね。そうですね、もう皮膚科ならこれだねみたいなやつ、はい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 、でもそれがねなかなか進まないのはね、経験値が蓄積していってないんだと思うんだよね。まあ、そうでなくてもちょっと解決方法をどうするかみたいなところのお話にどんどんこうちょっと入っていこうと思うんですけれども、まあ、そもそもやっぱり使いやすくするにはある程度その準備できた状態で始める。じゃあその準備を誰がするか問題かなって今大西さんの話聞いてて思ったんですけれども、メーカーさんがするパターン、それから先生がやっぱり作らなきゃいけないパターン、なんかこの2パターンがあるなという感じがするんですけれども、メーカーさんが作るパターンでそのメーカーさんに頼んでいいのかいけないのかみたいなところがちょっと曖昧になってるような気もするんですね。特にクラウドのカルテでサポート、あれサポートの範囲ってどこまでだっけ、これ来てくれるんだっけみたいなところが結構あるなって気がするんですけれども。そうですね、あの契約の時に確認した方がいい項目は、はい、サポートって2種類ありますと。1種類は何かトラブルが起きた時とか診療報酬改定の時のサポート、はい、これは導入後サポートって言うんですね、うん、で今度は導入前サポート、セッティングのサポートをする、はい、でそれが両方がちゃんと契約内容に入っていれば当然頼めばいいんだ、うんうん、でも、導入後しかしません。例えばイメージというと操作研修して稼働日の立ち会いをやってレセプトの立ち会いをやってあとはトラブルの時だけ対応しますっていうサポート内容、15時間しっかり現地に行ってゴリゴリ手伝いますよっていうサポートと、1ヶ月間フルで張り付きますっていうサポートと、当然値段は違うんですけど、はい、契約書にやっぱり書いてあるんですよね、うんうん、あの制限レベルか。なるほどなるほど、そこをまあ見て今どんな頼めるのか頼めないかみたいなところはまあチェックする、もしくはこれから選ぶ人はもしそういうセットをやっぱり自分で作るのもなという場合はそういうサポートありの、まあ、メーカーさんを選ぶっていうことですよね。そうですね、でサポートがありかないかが値段にもろに反映するので、うんうんうん、当然お金を出せばいいサポートが受け入れるし、サポートいらないってなればだいあの受け入れないしなんですけど、いらないと思った先生は自分でできると思ってるんじゃなくて、そもそも電子カルテはそんなもんじゃないかと思って、はい、なんか使いにくいけど我慢してる、はい、そうなんですね、だから我慢してほしくないんですよ、はいはいはい、なんか使いにくいと思ったらちゃんと相談したらいいのにと僕は思う。なるほど、本当は相談できるのに相談してない人がいっぱいいそうだっていう大西さんの見解なんですね、うん、だって Google とか Microsoft に電話して相談するしないですと同じ話、クラウドって。なるほど、クラウドになった瞬間に相談の垣根がめっちゃ高くなった、はい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 、だからみんな相談しない。なるほど、サポートがあるはいいんですけど、じゃあない場合もう自分でやらなきゃいけない、もしくはまあ他の人に作ってもらうしかないということなんですけれども、なんかそういう時になんかコツみたいなのってありますか？僕が、よくそういう時に、サポートを申し込まなかったんで、はい、お兄さんやってくださいって言って僕は有料で受けることがある。なるほど、どうするんですか大西さん、それ言っちゃったら、あの大西さんにセット作ってくださいだけの仕事がいっぱい舞い込んできたらあれですけど、
うん、まあ高いから、ここがいつもセット組んでる。患者さんが来て診察が終わって会計に流れをイメージしてセットバスするんですけど、はいはい、なるほど。例えば、例を挙げると整形外科の先生だとすると、うんうん、患者が来ました、どこが痛いのか、うん、痛いからレントゲンを取る、でレントゲン取って骨折れてなかったらどの治療をしてリハに回すっていうと、この流れをセット化したいわけですよ。そうすると当然レントゲンのセットを作るよね、要は上から下までね、はい、要は骨にあるところは全部セット化するので、はい、僕はセット作るときは頭から足までざっと右左ちゃんとセッティングしていく。そうすると右肩関節痛っていう患者さんが来た場合はそこのボタンポチッと押せばまずレントゲンセットが入ってくる、はい、で2枚なのか3枚なのか方向ねを決めていく。でその後に今度はシップがいるのか痛み止めがいるのか、だって痛み止めもいろんな種類があるじゃないですか、うんうんうん、あとはシップだっていろんな種類があると。で先生、患者さんが透明なやつとか肌色のやつと違うセットが入れ替わるわけだから、じゃあシップセットって作っときゃいいんだなとか、なるほど、なるほど、痛み止めセットって作っときゃいいんだ、はい、その後リハビリをするってことは計画を立てなきゃいけないんで、計画をカルテにペタンって貼れるような計画のひな型を作っておきます。なるほど。でリハに行くと今度はリハのメニューがあって、 30m 歩くとかマッサージをするとか、でそのメニューをポチポチポチって選べばいいので、うん、それをセットと呼ぶので、お薬だけじゃないんですよ。病名もお薬も検査も処置も全部セットができるんです。で僕は何をしてるかっていうと、どこのタイミングで呼吸をするかみたいな感じです、うんうんうん、息継ぎをするか。医療の息継ぎっていうのは出入りに近いです、はい、人が出入りするのか患者が出入りするのかさておき、うんうん、はい、じゃあ一回外でお待ちくださいが息継ぎのポイント、はいはい、でセットを作っていくと結構使いやすいんじゃないかな。なるほど、なるほど。まあ、確かにどっから取り掛かったらいいかってなかなか難しいので、まあ、患者の流れを思って入りました、まあ、検査も含め薬も含め、場合によってはリハビリ的なその後の工程も含めをこうワンセットのイメージをしとくと良さそうだってことですね。そうですね。で探さないっていうのがすごく大事。セット作りすぎちゃうと、ああなるほど。セット探せない問題。探せない問題。何個ぐらいがいいんですかね。例えば一つの、うん、さっき睡眠薬の話をしようかな、はい。睡眠薬だとすると、よく使う睡眠薬が5種類ある場合は、睡眠薬っていうセットをポンって入れて、はい、5から1に絞るってやる振り方と。うん、5つ登録しておいてビャンって入れるやり方があるんだけど、はい、どっちかというと5種類ぐらいずつまとめておくと使いやすいんじゃないかなって感じなんです。なるほど。カテゴリー分けをしておいて、そのカテゴリーごとに5種類ずつこうまとめていくっていう。要するに、まあ、だから花粉症の薬だったらアレグラとかアレジオンとかデザレックスとかで、もうちょっと効くザイザルとか、うんうん、そういうのをこうやっておいて弱い順に並べる。例えばね、はい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 、あとはステロイドの皮膚科の薬も弱い順に並べ、でも結局リンデの VG しか使わないなんて先生もいるかもしれないけど、例えば、顔に使いたいからもうちょっと弱いステロイドの薬、うんうん、これは、ちょっと強めたいからその上の薬なんていう風にして並べておく。セットについてもなんか奥が深いんで、それだけでまた違う動画が作れそうな気がしましたけれども、ね、時間のかげでもまとめに入るけど、一番大事なことっていうのは先生の頭の中を電子カルテが再現しているので、うんうんうん、先生がどこの頭のどの引き出しを入れて引き出すかってところをちゃんと、うん、第三者と話し合った方がいいかな。自分ではちょっと難しい、整理してくれる人が必要だと思います。ちょっと大西さんのこう得意分野だったもんですから、いろんなこう専門的なとこがこう飛び交った感じですけれども、まあ、引き続きですね、大西さんには、まあ、いろんなですねちょっと IT 絡みも含めてことを今後もこう聞いていきたいと思います。大西さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ、結論から言いますと、やっぱり誰かに相談してそのセットテンプレートを作ってもらうっていうのがいいのかなというふうに思いました。というのもですね、先生がカルテを運用するというのは初めてのケースが多分多いんじゃないかなというふうに思います。もちろん病院で使ってたっていうケースはあると思うんですけれども、ほとんどの場合が誰かが用意したものでそのルールにのっとってってやる形で、今度は自分が使いやすくしないとですね、診療効率という面でものすごく差が出てきますから、その診療効率を上げるためにセットテンプレートを作る、
でそれは第三者の方と一緒に相談しながら作る方がいいんじゃないかな。サポートがあればサポートの人に作っていただく。いなければどうするかというと、作るまではやってもらえないけれども、メーカーさんにいろいろ相談するっていうのはできると思うんですよ。あまり言うと怒られるかもしれないんですけれども、やはりそのサービスの中で使い倒すっていうのがやっぱりものすごく大事だと思っていまして、実際私どものウェブリーというホームページの作成サービスもですね、まあ値段はそんなに高くないんですけれども、使って使い倒していただいたお客さんの方がですね、結構いいものがこうできるなという感じになります。ですから変に遠慮することはないなというふうには思いますので、ぜひですね、こういうセットを作るにはとか、どういうのから始めるのとか、どういうのがいいのとか、なんか参考事例ないとか、ぜひ積極的にメーカーさんに聞いていただけるといいのかなというふうに思います。まあ、特にご開業される方はですね、開業までの1ヶ月間でどれだけ作り込めるかっていうのがちょっと勝負だということで大西さんもおっしゃってましたので、ぜひですね、まあ、いろんな方と相談しながら、あとはぜひ皆さんで頑張って作るみたいなところで準備をしておくと、まあ、クラウドだろうがオンプレだろうがやっぱりカルテが使いやすくなるということが言えるかなというふうに思いますので、ぜひチャレンジしていただければというふうに思います。今後もですね、皆さんに耳寄りだなと、まあ、私が思ってるだけかもしれないんですけれども、思われる情報を定期的に配信していきたいと思いますので、チャンネル登録としていただいて応援していただけると幸いです。それではまた次回